新潟フェーズは、かつて、新潟県新潟市中央区に存在した、ライブイベントスペース。新潟交通グループ、NSG グループ、セコム上信越などが出資し、新潟交通の子会社である、株式会社万代開発が施設の運営管理を行っていたが、2007年12月31日をもって営業を終了した。環日本会時代の先駆けとして、新潟から新しい文化を数多く生み出し育てていきたいという願いから、新潟市に拠点を置く、財界各社の出資によって、信濃川に架かる万代橋の東詰め北側に、ライブスペースを建設することが決まり、1992年8月6日に完成。新潟フェーズと命名された。フェーズは英語で姿や段階などを意味している。フェーズは全国的、世界的にも珍しいシャッター建築で、脳型体の躯体はシャッターで覆われたような構造になっており、また信濃川側のシャッター4枚は可動式で、イベント内容などに応じて開閉し、外の芝生スペースと一体的に使用することができるよう設計されていた。設計者のイベントを開放的に楽しんでほしいというコンセプトから、このような外観構造になったものである。またエントランス前にはレストラン、ラシントンカフェが併設されていた。ライブハウスとしては、当時県内で最大規模の設備を有し、コンサートだけでなく、展覧会や見本市、プロレス興行などが開催されたほか、ディスコイベントもたびたび開催されていた。百舌停に近く、新潟駅、百舌口からも最寄りバス停から徒歩1分強という、アクセス条件の良さも強みだった。しかし2003年春、フェーズ北側の百舌島に、ときめっせが、さらに、FM ラジオ新潟の新社屋内にライブハウス、新潟ロッツが、相次いでオープンするなど、新潟市内にフェーズと類似する施設が建設され、さらにシャッター構造で断熱性が低い上に外気が入り込みやすく、空調の効きが著しく悪いなど、設備面での問題点もあだとなり、稼働日は次第に減少して採算が悪化した。このため、新潟フェーズは2007年12月31日のカウントダウンイベントを最後に閉鎖されることになった。また、ラシントンカフェもこれに先立ち、同年12月29日に営業を終了した。2008年春までに、敷地内の建物はすべて解体され、跡地では、その後清水建設、三井不動産レジデンシャルなどによって、マンション、パストラルハイム、万代橋の建設が進められ、2010年3月に竣工した。同マンションの敷地内には、フェーズが所在した当時の痕跡はほとんど残っていない。フェーズ北側の隣接区画にはかつて香港というキャバレーがあり、ドーム型の屋根が異様を誇っていた。アコーディオニストのcobaは幼少期に新潟市に在住していた時期があり、以前フェーズで行われたライブでその旨を語ったことがある。ありがとうございます。